はい、どうも、妖怪三国志国取り図、今回もやっていきます。ちょっと時間があんまりもうないんだけど、討伐戦がね、あと8分20秒でね終わってしまうというところで、一応いつもだったらね、ランキングみたいなやつをお見せするんですが、ちょっと今日は時間がなくて、これしかもあれだね、ごめん、サーバー2の方だ、サーバー2の方のランキングになってしまいますね。一応サーバーには活躍してて37位、セッションも33位という感じでね、はい、非常に良くて、報酬もね40位内に入れると、もうこれからサーバー2の時代だな。3500もらえるんだよね。で15個ね、転生箱もらえるので、うん、いい感じですねなんでね、転生箱これあと3個交換して、これも1個いけんか、3個交換して、惜しいな、4個交換できるかな、はい、なんで4個で、でも今は持ち物でね、これフルめくりしたんだよね、今回200と100がね、あるんで、これで両方とも一突しようかなと今回思ってます。うん、あとは二突、まあでもいいかな。風流ってなんかなんとかサイトみたいな感じだけど、風流もね、非常に国取りで活躍してくれてるんで、こいつとね、ナタをね、終わったら、まあ2500でナタ行った方がいいのかなと思うんだけど、なんか風流が活躍するイベント来るような気がするんだよね。で、多分次はプリポカで、もしかしたらね、プリポカの風がね、弱点が来るかもなーっていうところで、はい。まあでも、もし来なかったら変えてもいいかな。もうとにかく風流は、まあ閻魔ある人はいいんだけど、まあ閻魔はね、種族効果ないからあれなんだけどね。クリティカルがあって、プリポカに強くて、悪い取り付け回避で、施設ダメージアップ30があってね、で、風でさらにアップドンっていう感じなんで、あ、欠点がないんだよね、この長所にね。うん、なんで、はい。必殺技もね、風を弱めて、風でドン。そして攻撃速度もね、ダウンとかね、打ち消しもしてくれるんで、打ち消しもでかいね。で、取り付くも優秀だし、はい。私、風流、好きですね。という感じで、まあ、一突ずつにしようかなと。どうすか、ナタ2突して1万、2突だと1万2000だからね。討伐戦がまたね、多分4周年が今後あるので、あ、違う、ごめん、4.5 周年が今後あるので、そこでまた多分討伐戦が来てね、ナタ活躍すると思うんだよね。はい、なんで、ナタがいいなっていうところなんだけど、まあいいや、風流。いや、来るはずだよ、風流。でね、おそらく、花子さんが、次のね、スコアタでは復刻、また、あるんじゃないかな、ということで。まあ、花子さん、私、もう二突してるんで、だから次のスコアタでね、もし、新妖怪が来たら、新妖怪転生できたらね、二突目指したいなと思うんですけどね、もうやっぱり、もうサーバー化の時代、サーバー2の時代かな、私もメイン屋か、抜かれる日が近いなと思ったんですけど、メイン化の方がなんか転生2体多いんだよな。あれなんでだろうな。あれ？でも今後ね、超画者の分かな。超画者が、これもリニューアルされて、おそらくっていうか、まあ当たんないと思うんだけど、おそらくって言っちゃダメだな。私はね、竜太の純真、不思議、今源流なんで不思議なんじゃねえかなと思ってますんでね、超過者チケットをたくさん溜め込んで待ってますんでね、あと24回でこっちのアカウントは転生確定なんで、次の、はい、転生がね、私超期待してますはい、そんな感じですね。なんでね、伏龍もね今回刺さったと思うので、はい、今回活躍し、ね、できた方はそれはそれで良かったのかなと思います。そして次のイベントスコアタなんでね、でかつね、リリースの時間がちょっといつもより1時間長いんでね、18時までなんで、源一郎だからね、今回
スコアタでね、源流めっちゃ周回で使うので、金貨アップだと思うんでね。なんで、2500、次でね、3凸できて、本当は4凸したかったなっていうところでね、はい。俺、この天竜源長じゃなくて、源流ね、気に入ってるのは、最初の超混乱が好きっていうか、これ、ね、土の子とか倒しやすくていいよね。混乱、超混乱、土の子効いて。打ち消しあったらなーって感じあるけどね。まあ強打、まあ、ほとんどいいよね。もう源流、炎流、風流みんな強いよね。あと紫流も強いか。はい、そういう感じなんで、有利な種族へ取り付く延長もあるんでね、超混乱延長もできるし、まあほんと敵でね、マジで出てきてほしくないな。しかもぶつかり位置耐えるとかさ、今後絶対ボスで出てくるよね。意地悪だね。倒せない、ぶつかりで倒せないのに取り付くで混乱ばらまかれるっていうね、もう最悪だよね。今後なんかハイスコアチャレンジとかいろんな場面でボスで出てくるのが目に浮かぶようだよね。はい、という感じで、まあやっぱりね、討伐戦は強いね。ほんとサーバーに討伐戦とランクアップは強い。スゴロクはそうでもなかったけど、うん、スコアタはね、前回54位ね、なんとか前回ね、ミッション1000万初めて行ったんですよ。なんで、ただ今回はね、みんな強くなって1000万が100人、サーバー2の世界ね、行きそうだと思うので、はい、ですね、ちょっと100位以内、1000万超えればね、100位以内はサーバーには見えてくるんで、はい。まあ何はともあれ花子さんね、まあ、ちょっと3凸は2500も多分もらえないと思うんだけどな。はい、まあできたらね、新妖怪来てほしいなというところですね。国取りは駒次郎、あ、ジバニャンがいけない、はい、いけないね、欲しいね。はい、という感じで、うん、いいんじゃないでしょうか。次はどうなんだろうね。私的にはニャーサーとも思ってるので、はい、ニャーサーだったらね、プリチーなんで。ただニャーサーをボスにするのはもったいないよな。ニャーサーだったらフミちゃんをボスにして、ニャーサーとケータキュンガシャ。なんか最近ね、超ガシャとようやくね、イベント連動してきたんで、はい、ちょっとその辺が、いや、純真だと思うんだけどな、純真。うん、不思議のね、竜太だと思うんだけど、とするとね、滅竜が連発になるんでね。はい、で、あとやっぱり、食コインめっちゃ溜まりましたね。はい。196。これでもマイルになるんでね、非常に、これ時間ギリギリだったらどうなるんだろう。時間は過ぎてなかった。はい、という感じで討伐戦ね、ご苦労様でした。次のイベントは、スコアタです。大運動会は31日までで、次のイベントね、スコアタなんで、はい、メンテナンスね、6時までなんで、あれですね。で、今の60セッション目は記録からね、めくれるので、後でね、記録からやるの忘れないようにしましょう。誰ですかね、本当に分かんないの。ニャース、プリ、多分順番からしてね、不思議の次だから、プリッチーポカポカな気がするんですし、ポカポカの転生ってまだね、一体もいないので、まあ竜太の勇気でもいいですし、勇気でいいのかな、なんかもう分かんない、ポカポカの竜太ね、はい、でもいいし、竜神帝がね、滅竜イベントの竜神帝がポカポカなんで、はい、あれですけど、なんだろうね、ほんとわかんないね。はい、キャトリーヌが来たりね、くくり姫が来たりとか、いろいろわかんないんでね。はい、そんな感じです。メイヤカはまたどっかでサーバーエッジの世界でね、紹介したいと思いますが、500以内はちょっとな、もう厳しいござんすよね。はい、というわけで、また次はね、6時にお会いしましょう。さようなら。なんで長いんだろう。何かが
起こる前兆か。なんだろうね。はい。6時までなんで注意しましょう。それではバイバーイ。